はい、どうも、マコオカです。それではですね、この動画では、10月5日、木曜日なのか、大池場城で行われます、レディースプレリュード、JPM2 の、牝馬限定戦ですね、予想を行いたいと思います。で、今回ですけども、ダート18、外回りで、まあ、多いですので、右回りなんですけども、16頭だよね。かなりメンバー、粒揃いな感じがしています。はい。で、まあ、この、レディースプレリュードは、ロードトゥ JBC レディースでしたっけ、ですので、ね、まあ、ステップレースになりますんで、まあ、例えば昨年の、ね、連対馬であるとか、とうとうね、気にしていかないといけないんじゃないのかなっていうのは、思います。例えば、オーストのね、16番のララベとかそうですね。はい。で、まあちょっと全然話はそれなんですけど、最近ね、最近というか、この間、日曜日でしたっけ、アメリカのラスベガスでね、悲惨な事件が起こって、ね、最初、速報で2人って言うのはなんか50何人で、なんや、障害っていうかね、被害を受けた人は、亡くなった人は50人で、なんか、被害を受けた人は200何人っていうのも、ほんま、アメリカ史上ね、最悪の事件が起こって、考えさせましたね、やっぱ銃ってあれやなってね。で、やっぱ人の死ってね、いろいろ考えさせると思うんですよね。僕も、去年末、祖父をね、97歳で亡くしたんですけどね、もうまあ、大王子だったらね、まあ、戦争の話とかも聞いてても、めっちゃ尊敬してるんですけどね、これもなんか昔動画で話したような覚えがあるんですよね。で、やったりとかね、で、やっぱ今年はその、やっぱ小林真央ですよね。僕より若くて、1個か2個若、1個かな、若くて死んだな。ねえ、子供がね、還元と、なんとか、麗華ちゃんか。やっぱなんか人の死って意味があるんやろな、というか、まあそれは後の人が考えることでもあるんとかね。まあね、小林真央は真央で、全うしたって言ったら、あれやけど、その、まあ、つくづく思うのは、そういう、運命とあれやけど、役割やったんかな、とかね。ね、なんか、あれですけど。ね、その、残された人に対する考え、メッセージとかね、っていうのはひどく、ちょっとね、結構やっぱこの年にって考えるな、っていうのがあって、例えばだから、役者としてのねえ、海老蔵がそれを背負ってどう表現していくかとか、ねえ、若くて母を亡くした勸玄がどう役者になっていくのかとかね。で、最後麗華ちゃんは芸能界行くでしょうね。女優かなんかね。っていう、こう、アナウンサーなのかもしれないね。母親を目指して。で、後になんかいろんなの残していきますよね。で、競馬の世界でもね、そうでね。最近あとね、僕はほんま好きやって維新馬券がなくなったけどね、東京杯登録してて、まあ狙ってはいたんですけどね、大井で活躍してるくれるんやろなと思ったら、矢先ね、とか、何やろ。まあ、今回本命ね、するのを、しようと思ってるのは一番内枠の岩田なんですけどね。
彼もいろいろ考えたはずです。まあそこに結びつけるための枕でもあったんですけどね、今スプリンター2着で、月曜日のインカンテーションね、僕最初本命取ったのに評価下げてきちゃいましたけど、ね、彼もいろいろ考えたでしょ、成長したと思いますよ。後藤のことでね、藤田、後藤、岩田とね、いろいろギクシャクありましたけど、まあ僕もね、その同じ兵庫としてね、岩田はずっと応援したいなって、やっぱり。お世話になったしね、アドマイヤムーンとかね、デルタブルースとか、まあ内パクもそうなんですけど、地方から来たこうハングリー精神って僕好きで、で、芝山とかアンカスとかもね、別に中央が嫌いとかじゃなくて、そういうのも、なんやろね、泥臭くでいいじゃないですか。ね。が、ようやく、なんや、岩田も、こう、復調の兆し、かなーっていうのはちょっとこう僕乗りたいなっていうね。それもほんまに、ただのね、岩田に対する感情論でしかないんですけども。あの列をドンキを。見たら。いろいろ思いますね。やっぱ、まあ、僕もなんかまだまだ弱輩もんですけどね、ある程度の競馬歴ある人っていうのは、で、ちょっともう話戻しますけども、青い手走路で買ってたりとかね、で、芝居ってダメで、ダートでやっぱり、ね、もう一回青い手走路に買ってるっていうので、レパード2着。で、53キロでうちで前に行って、でも、これ買ってくれって言ってるよね、としか僕には。で、ゴールドアリュール今年なくなったでしょ、今年だからゴールドアリュールがな、開けて出て、いろいろ。意外にもあるんですよ。もうこのまま、37使えたりとかね。でもこれでしょ。って、思いたい。で、まあ、これは僕の、別に爆災があるとはそんな思わないんですけども、多少はね、平均よりはあるんじゃないかな、なんての勝手に思ってて、なんか感じるのは、今年私一番秋取るやろな、って。で、どこで一番取れるかなって、やっぱ、ファンディな、週刊賞ね、前走負けて人気を落として、あとはもう枠がどうなるか、かなーっては思っています。今のところ本命候補であります。ローズステークスとかはね、逆に人気しててこれはちゃうやろなーって思ったんで。だからこれで来てくれたら、なんていうかな、あかん時にうまく切れ、評価下げれてて、いいなって思う時に来ててっていう、そういう馬ってこう相性が良くて、が真逆の馬ってやっぱ相性悪い。そういう馬、やっぱそれぞれ人それぞれあると思うんですよね。僕がやったら例えばマルターズアポジとかそうなんですかね。評価下げたらダメで、ちゃんと評価した時に来てくれてたりね。真逆もいますよ。ほんまに。なんでこいつ俺が評価した時に来んと評価せん時に来んねんみたいなのが。ハーツくらいがそうやったかな。昔で言ったらね。
水武道場の二尺でね、宝塚来た時とかね。うん、はい。で、本命が、ザルサリオーネで、行きたいかなって思っています。で、すいません、ちょっと今メモしとったものを探してるんですけども。で、対抗に5番のホワイトフーガー。これもね、ちょっと迷ったんですけどね、その次。次が、10番のアンジュデジールか。もう3歳2頭で行ったろうかな、でね。関東オークス2着、今も2着で、ララベルに勝ってて、ね。で、ノリーノ、釣ってるよな、みたいな。1008がね、まあ、別に未経験で、あれな、それだけで切るわけじゃん、強化されるわけじゃないが、1008がどうなんかなっていうのは、あるんで一応3番でしたけどね。あと経験値的なことも考えて、ホワイトフーガー、スパーキングレディで、これ、ね、だから、アジュデジールに負けて、巻き返してくるんちゃうんかな。意外とエビナ今回前の方につけるんちゃうかな。マリンカップとか、時みたいにね。打ちやし。うん。岩田が前行って、この2頭ね、マイティティと、ホワイトフーガーがつけてって感じになるんちゃうかな。で、外から、何でしたっけ、あの横転の、これ言いにくいな、アンデュデジールが来て、で、ジュエルクイーンがついていけるかどうか、なんですよね。プリンセスバリュー。あと、ララベルか。ララベルが外に入ったんが、これマイナスやなっていうのは。うん、まあ、いくら多いとはいえね。ってことも踏まえて、何でしたっけ、一応、田中が言ったから、白三角、レンスタが15番のクイーンマンボ。やっぱ前走大負け、まあ、芝居からあれだというよりも、前走を使ったのが逆に、マイナスに出るんちゃうかな。感覚はそんなにないですよね。まあね、関東オークス買ってるからこの勢いでルメールで来るっていう可能性もあるけど、佐藤のダイヤモンドで意気消沈したルメール、ルメールちょっとメンタル的にデムールより弱いですから、っていうところも考えたときに、なんか今回勝ちそうにないなっていうので、あんまり評価してないんですよね。やっぱそういうところが出ると思うんですよ。彼もプレイからね、引っ張らないようにね、切り替えってのをしてくると思うんですよね。1008の成績はいいんですけども、ちょっとそのあたりは気になるかなっていうところで、一応4番手。で、その後に3番。マイティティと16番のララベルと、まあ、ちょっと今回は多いですけどもな、というか、ジュエルクイーン、吉原、までかな、と考えています。はい。で、ちょっとまとめますと、本命が岩田1番の、それ、名前忘れましたけど、そうそう、サルサリオーネ。で、対抗が5番。で、その次、10番。で、次に、15番。15番。で、3番。16番。9番と。いう形ですかね。はい、で、馬単を1と、
ホワイトフーガからサルサリオーネとホワイトフーガ、今回ちょっと多くいきます。10番なんでした、名前はすぐアンジュデジールと、もう一頭ララベルもな、ララベルもなんか、こう迷って間違わないからズバッと15でクイーンアンボ無難に、何で迷ったかというとアジュデジールと、アジュデジールは勝ってるんか、ララベルと3番の池添の馬でちょっと迷いました。マイティティか、一瞬僕見間違えてホンダが乗るんかと思ったけどね、マイソウルサウンドのホンダ合ってましたね。懐かしすぎる。僕なんか昔なんか携帯の何やろスクリーンクリーナーみたいなのですか、マイソウルサウンドが当たってますね、京都競馬場のガチャで。あの何年前やろな、めちゃくちゃ前ですけどね、 10年、あでも10年ぐらいになるか。 G2 なんか買った書いてあって、マイソウルサウンド連れと一緒に爆笑、渋すぎるとこの渋さが分かる人はいいね押してほしいんですけどね、ほんまにで、今回ちょっとフォーメーションで行かせてください。1、5で5、103連複フォーメーションで、あ今回もワイドはいらない、3連複で絞って、馬単と3連複で、で今回点数多いなけどね、JRA が投数多いから意外とつくんちゃうかなって思ってるんですけど、いかがでしょうかって感じです。15の3、13、ちょ、3の16の9ってことで、何点なの、13点のはずです。一応数学は得意なんで、はい、で336点、これで例えば100円いったら1900円か、19点、まあある程度は回収できるんちゃうかなとは思ってるんですけど、はい、という形でちょっとね、考えています。まあ、地方はで絡んでくんのはララベルぐらいじゃないんかなとは思うんですけど、ファイトユーソングも気になりますね。だんだんだん外やな、地方でもう一頭言うなら、あ、吉原のやつも言ってるよね。だから、ララベルと吉原のジュエルクイーン、この二頭やと思います。で、もう一頭、ほんまにも気になったらごめんなさい。忘れてました。このスパンコール。ダイアミラー3区で距離がどうかなとも思いつつも、1008ぐらいな、教養範囲やし、水沢競馬場のレベルってのがね、どうなんかな、でも僕そんな低くないような気がするけど、なんかちょっとイメージが古いかもしれへんねんけど、結構走ってるね、やっぱ6歳からね、すごい何戦してんねんって話でしょうか。
69走ってんのか、その他69やからそういうことやな。水沢で69も走ってんの。はい。って考えたら、春うららはやっぱりめっちゃ走っとったやな。はい。という形で、予想の方を終わりたいと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。それでは、失礼いたします。